皆さんこんにちは。占い館ルーチェ所属占い師の愛です。本日も、忙しい方向けの明日の三択占い、サクッとワンポイントアドバイスをしていきたいと思います。本日の BGM はまた私が歌いまして、イントルノ・ア・リドル・ミオというですね、イタリアの古典の曲を歌っております。愛しい人の周りにという曲ですので、そうですね、好きな人のことを思い浮かべながら聞いていただけましたらありがたいです。では左側の青いバラのカード、真ん中の紫のバラのカード、右側の赤いバラのカード、お好きなカードを1枚お選びください。はい、選べましたでしょうか。では左側の青いバラのカードから見ていきます。はい、ザ・ラバーズ、恋人の聖地が出ました。明日はですね、いろんな意味でいい出会いがある一日になりそうです。もちろん新しい恋とかそういう意味もあるんですけれども、習い事とかですね、お仕事においても自分がその楽しいとか、あと心地よいと思う感情を優先して物事を選び取っていただけると、とてもその心地よい結果をもたらしてくれますので、そういったその楽しい心地よい、そういう感覚を大切に明日は過ごしてみましょう。では次に真ん中の紫のバラのカードを見ていきましょう。はい、テンペランス、節制の聖地が出ました。明日は目立った大きな動きはなさそうなんですけれども、とても穏やかな一日になりそうですので、はい、まあ、お仕事でしたら日々のお仕事を淡々とこなしていけそうですね。トラブルもあまりなくですね。はい、恋愛においてもこちら目立った動きはないんですけれども、日々の関係の中で幸せを感じたりですね、そういったことがありますので、はい、明日は心穏やかに一日ゆったり過ごしてみるのもとても良いでしょう。では最後に右側の赤いバラのカードを見ていきましょう。はい、ザ・スター、星の逆位置が出ました。明日はですね、今までご自身が目標とされていたことが、そうです、ちょっとなぜこれのために頑張っていたのかということを見失いがちになってしまいそうです。自分の目標だと思っていたことが実は他人の目標であったりとか、あれ、自分って本当にこういうことがしたかったんだっけっていう気持ちが強くなってしまいますので、もう一度原点に立ち返って、自分が何を目標にしたいのか、何に希望を抱いているのか、どういうふうになりたいのかというところを、振り返っていただきまして、それで目標を再設定して再スタートしていただければ良い方に進んでいきますので、まず原点に立ち返って見つめ直してみましょう。本日の三択占いは以上になります。皆様の明日がとても素敵な一日になることを心からお祈りしております。本日も最後までありがとうございました。占い館ルーチェは2022年3月21日スピリチュアル界の宇宙元旦の日にいよいよオープンを迎えました。この動画の概要欄にルーチェのホームページの URL がございますので、ぜひぜひそちらから足をお運びくださいませ。個性豊かな占い師が揃っておりますので、プロフィール欄をご覧いただきご予約をくださいますととても嬉しいです。ルーチェの鑑定はズームにて行いますので、占い師の顔を直接見てそのまま占いを受けていただくことができます。その点とてもご安心いただけるのではないかと思います。TikTok と Instagram の方も同時にオープンしておりますので、そちらの方もチェックしていただきましたらとても嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。高評価ボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。ではまた次回、さようなら。